小さなお子様からベテランファンの方まで、新しい生活様式に合わせて楽しめるレンタルレイアウト店、TB グループを運営する、那由他工業の提供でお送りいたします。こんにちは、ゆうきちです。今回は、とても簡単な、こんにちは、みよきちです。今回は、トテカンの続編ということで、いよいよ塗装の下地処理に入っていきたいと思います。ご覧ください。ボディがハンダ付けで組み上がりました。ということなんで、オーソドックスな方法なんですけれども、これから始めてみようという方のために、下地処理から塗装までの工程をこれからお付き合いいただきたいと思いますので、一つよろしくお願いします。それではやってまいりましょう。では、使用工具というかね、使う材料を順次紹介していきたいと思います。まずですね、下地のために、密着ロン、塗料の食いつきを良くする、ものがね、液体状とスプレー状のものが2種類あります。で、後ほど紹介しますけれども、エアブラシを使わないで全部缶スプレーでやる方法も当然ございますので、両立してね、順次ご紹介していきたいと思います。で、まず今回ですね、プラスチック用のプライマー、こちらね、密着ロンと同じような作用があるものなんですけれども、最近は DIY センターで一般家庭用で、たやすく手に入るようになりました。量も値段も、専門のスプレー塗料、密着ロンよりも、手軽に手に入ると思いますので、こちらの方も小さいパーツとかですね、こういったところ適材適所でね、使い分けるのとよろしいかと思います。待てよ、プラスチック用だった。いや、これはダメでしょ。すいませんでした、間違えました。で、次にですね、サフェサ、塗装の下地のために、サフェサなるものを拭きます。こちらも今手元にはないのですが、タミヤさんのファインサフェーサー、そちらの方も使えると思います。私の方はですね、工程的には今度こちらの方をエアブラシで拭いていきたいと思いますので、両方可能です。ところでですね、先ほどの密着ロンタイプのスプレーがプラスチック用だったので、急遽こちらの方の液体の密着ロンを使っていきたいと思います。で、こちら当然エアブラシ用なので、エアブラシで全部の工程をやることになりました。実はですね、こちら私が使っているエアブラシなんですけれども、皆さんエアブラシって非常に高価で使いづらいものっていうふうに思われていませんか？私はコンプレッサーだけで数万円っていうふうに思ってたのですが、こちらご覧ください。一つ旧モデルになったようなんですけれども、タムタムさんで出しているタムコンフレアと呼ばれる商品です。一体型のコンプレッサーと、そちらにエアブラシがそのままホルダーで立てるような形で一体になるような、非常にコンパクトで見た目よりも非常に、力が出るコンプレッサーが内蔵されております。なので、こちらがですね、実は、1万円弱で手に入るので、こちらの方は非常に私も何年も重宝に使わせていただいていますので、ぜひおすすめです。それでは工程の説明をさせていただきます。まず、ボディの方にですね、目に見えない油分とかが当然ついてますので、このまま塗ってしまいますと弾かれて塗装が台無しになってしまいますので、脱脂と呼ばれる作業をします。物としてはですね、歯ブラシ、古いものでもいいんですけれども、こちらに中性洗剤をつけまして、水でゴシゴシ洗って、油分とかゴミを落としていきます。ではやってまいりましょう。
細かい部品、それから細い手すり等を曲げないように気をつけながら慎重に中性洗剤をまんべんなく表面にこするような形ですね。はい、やっていきます。あとは中ですね。特に中の方にフラックスの残りであるとか油分がありますので、こちらの方を積極的に落としてまいります。結構黒いのが出てきますね。はい、ハンドルカスとかもたまに出てきますので、そちらの方も慎重に作業してあげてください。あとはそしたら水洗いですね。はい、次にですね、下地塗料として塗装の密着を良くするために、こちら商品名密着プライマー、こちらプライマーと呼ばれるものを吹いていきます。こちらはですね、あの半透明のものと、それから昔ながらの黄色いものとがありますので、こちらはね、あのどちら使っても構いません。では脱脂と乾燥が終わりましたので、いよいよこちらを使って下地のプライマーを吹いていきます。プライマーとはですね、あのサフェーサーにプライマー成分を含んでいるのもあるんですけれども、より剥がれにくくするためにこちらの、塗装を強く密着するための下地塗料となります。こちらを吹いていくんですけれども、当然液体なのでこのままは筆塗りで塗るわけにもいきませんので、エアブラシを使って均等にムラなく吹いていく作業をしていきます。ではエアブラシの方を開封してみました。と言っても随分年季が入ってるんですけれどもね、まず本体、なんかあの昔の金魚のブクブクみたいなんですけどもね、見た目によらずですね、かなりの塗質量、エアの出る力が強いです。で、まあ、AC アダプターでね、あのこちらで動きます。で、あとですね、こちらハンドピースとも呼ばれます。持ち方としてはね、いろいろあるんですけれども、トリガーダブルアクション、押してエア、引いて上の塗料が自分で適切調整して拭くことができます。ただ長時間やってたりとか慣れないうちは相当指が痛くなりますけども、これは慣れの問題なので大丈夫です。誰にでもできます。あとですね、私個人的にはですね、あの作業性を良くするためにコードを蛇腹のものにホースを変えてます。まあ、こういった、ね、カスタマイズもできるのも、面白いかなということですね。順次自分の腕が上がっていくに従って、こういった周辺機器を揃えていって自分の作業をやりやすくすることができます。あとですね、こちらさせるんですけれども、私結構遠くでやるので、GSI クレオスさんのエアブラシ立て、こちら重宝に使ってます。倒れにくいですね。はい、結構倒れますとこのカップの中の塗料がね、こうこぼれてしまいますので、本当にね、倒さないような道具、こういうのも肝になってきます。それではですね、早速拭いていきたいと思います。電源スイッチで入れますと3段階で、慎重に拭きたいのでちょっとパワーを弱めます。まあ、こんな感じですね。で、まず試し拭きということですね。押します。エアーが出ます。まだ塗料が出てないです。ちょっとこちらを手前に引いていきますと塗料が少しずつ出てきます。シミになるのをご覧いただけますか。はい、ここですね。はい、これで調整をしていきます。はい、拭き方としましては、まず押して引いて塗料を出してゆっくり一定の速度、こういうアクションを身につけましょう。塗装のやり方としましては、一番塗料が回り込みにくいとこ、見えづらいとこ、そちらの方から拭いていきます。まずこちら箱ボディですとね、内側の角ですね、こういった先のところから拭いていきます。いきますよ。はい、
こちらの模型の形としましては、屋根部分が、軒下になってますので、こちらが塗料が回りにくいことが考えられますので、こちらから吹いていきます。はい、まず外側でエアを出してダブルアクションで少し引いていきます。引いてきましたら、今度ここを当てるような形でですね、はいはい、であとはですね、真正面のこの角っこですね、こちらの方です。はい、塗っていきます。若干上の方からですね、こう均等に、はい、それから今度は正面の方ですね、先ほどの段ボールの方、こう色が少し変わっていくのが分かりますか。はい、これで均一にムラなく塗ってることになります。はい、そうしましたら今度反対側同様にですね、ひさしのところからいきます。構いません。そしましたらば、乾きを待って、次に下地塗料のサフェーサー、下地と呼ばれるものをですね、整えるサフェーサーというものを吹いていきます。そろそろですね、プライマー乾燥した頃なので、サフェーサーを調合して、サフェーサーを塗装する準備に入っていきたいと思います。まずこちらですね、仕上げの過程、サフェーサーなんですけれども、1200番 GSI クロス、こちら使ってます。ただこのままでは塗れないので、薄めないと、霧にはなりません。なのでこちら薄めていきます。こちらちょっとかき混ぜましてですね、小皿にちょっと取ります。これからの作業はですね、俗に言う調合と呼ばれる、作業になります。鉄線出してシンナーで薄めていきます。だいたいエアブラシで拭くときは1対1ぐらいですね、ちょうど半分ぐらい、倍ぐらいちょっと薄めるような形で、ちょっとスポイト使って、目安としましては塗料もそうなんですけれども、かき回してこう点々と垂れる程度ですね。抜けたな。あまり薄くしますと、ほとんど乗りませんので、薄めすぎ注意です。それではまず試し拭きの方でいってみたいと思います。電源入れます。エアーノズルを押して引っ張ってきますと、はい、だんだんグレーになっていくのが分かりですか。この引き加減で塗料の量が加減できます。はい、慣れましたら早速拭いていきます。先ほど言ったように塗りなにくいところから拭いていきます。内側ですね。はい、ちょっと緩めましょう。3段階調整ですね。はい、ちょっとグレーです。はい、これで今裏側の方がほとんど塗り上がりました。はい、ですね。はい、そしたら今度は一番塗りにくいひさしの方からですね、まず手前で拭きまして、ゆっくりノズルを引っ張っていきます。ひさしのところから、はい、グレーになりました。もう一回帰ります。はい、そしたら正面ですね。はい、上の方です。はい、ご覧いただけますか。はい、お顔が塗り上がりました。反対のツエンド側いきます。
薄いので少し厚塗りしていきます。こちらの方ですね、スカートの部分弱いのでちょっともう一回重ねていきます。はい、そうしましたら次スカートのところですね。はい、ちょっと軽く、はい、軽く様子見ていきます。はい、そしたら側面いきます。ムラなく塗り上がったのを確認できましたら、これでちょっと乾燥の方に入ります。はい、以上で下地のサフェンサ塗り終わりました。はい、というわけでですね、下地のサフェンサ塗装まで終わりました。でこの後乾燥に入りますので、今回は、この辺で失礼させていただきます。どうもご視聴ありがとうございました。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。ありがとうございました。帳簿に書き込む数字には色はつけないが、鉄道模型には綺麗な色をつけたい三代吉であった。今日も動画を見てくれて本当にどうもありがとう。他の動画も見てみてね。チャンネル登録や高評価、リクエスト、コメントもお待ちしてます。お待ちしてます。でも、うちのレンタルレイアウトに来てくれるのがもっと嬉しいよね。ああそうだ ね。はい、ご予約やお問い合わせはこちらから。はい、ご来店をお待ちしてます。来てね。